校を起こる狙い目だぞっていうところで、学生が超優秀なんで、理工学部に関しては実は2勝2分けで勝つことができます。英語のポイントは粘り、数学が得意じゃないとそもそも論絶対受からない。2020年のデータを見てみようと思うんですけれども、人生望んだ通りに行く可能性が高いです。そうでは始まりました、もちゃチャンネルです。今回はですね、はい、やってまいりました、ひらずや。皆さんお久しぶりの、早稲田合格塾代表のひらです。本日もよろしくお願いいたします。何じゃそれお久しブリーフだった。そう、何ブリーノって意味わからん。何ブリーノって、本当意味不明ですね。はい、今回ですね、早稲田理工についてもね、触れてほしいっていうね、のがあったんで、これ歴代で改正された動画ランキングを出すと、第7位と第12位が早稲田理工係なんですよ。あ、でさらに武田塾チャンネルでも森田先生が出てる回、はい、毎日1つ2つ上がる武田塾チャンネルの歴代の視聴回数ランキング第5位が、うん、森田先生の早稲田理工超むずいっていう発言をしますよね。そうですね、うん、広まりましたね、英語むずすぎっていう ね。だから、まあ、森田先生とせっかく喋ってんだから、なんか理工絡みでこう話をしておくと結構皆さんに見てもらえる動画をなんか作れるんじゃないかなと思って、うん、なるほど。今回は理工です今回は英語ってことだけで見ると割とナイーブになってしまいがちな早稲田理工学部なんですけれども、早稲田理工の入試全体っていうもので見ると結構これ狙い目だぞっていうところで、今回はちょっとこう動画を作ってみたいと思います。さあ、まず皆さん、早稲田理工学部っていうのはどういう学部かっていうことなんですけれども、うん、3つ、機関理工、創造理工、先進理工で、この3つの学部からなる学部なんですね、うんうんうん、で、学部こそ3つなんですけど、学科まで結構細かく分かれてて、ほうほう、20もの学科に分かれていて、20もあるんですか？めちゃめちゃあるんですよ、3学部20学科で、創造理工と先進理工に関しては、はいはい、もう受験するその時から学科も選択して受けないといけないんですよね。そうなんですね。機関理工だけは2年から学科選択って形になってきますんで、もうちょっとモラトリアムは得られるかなっていう感じなんですよね。で、まあ、とにかくこの理工学部の特徴としては学生が超優秀なんで、理化学研究所とか宇宙開発局とかそういうところから直接もう、こう学生をゼミにこう、ね、スタッフ、なんていうかな、スタッフ細胞あります。そうそうそう俺が言いたかったなと思ってもうスカウトに来たりするんですよ。ああ、結構だからこう学校推薦で就職ができるっていうところ、うん、もうすごく充実してるんで、給料が良くて地位も高いところに、うん、で、まあ、こういうのがあるのは早稲田の中でも、まあ、割と理工とスポカが結構ね多いかなっていう感じですかね、うん、だからね、すごくこういい就職先に恵まれる、とても優秀な学生たちが集まるところですね、うん、理工だけにね、理工だけにはい、それでは受験に関する話をね進めていきたいと思います。理工学部はね、ここポイントです。皆さん、4教科です。入試科目4教科、360点満点になります。数学120点、理科120点、英語120点。4教科っていうのは理科、ね、いわゆる物理科学生物の中から2つ選んで60点60点で120点満点になるっていう形なんですよね。文系学部と理系学部、早稲田のね、異なる最大のポイントっていうのがうっかり方にあるんですよね、うん、どういうことかっていうと、一昔前だったら文系とかでも3科目中1つは引き分け狙いで2教科で点数取って受かるみたいな感じだったんですけど、もう最近の早稲田入試めちゃめちゃ厳しいから、もう3教科ともしっかり勝っていかないと受かれないんですよね。うん、ただ理工学部に関しては実は2勝2分けで勝つことができます。この2勝2分けで勝っていけるっていうのが、この早稲田理工が神ゲーというか狙い目だっていうことのポイントになっているんですけど、まずこの受かり方の話をじゃあちょっとしていきたいと思うんですけど、まず早稲田理工って合格最低点が学科別で出るんで、めちゃめちゃこうたくさん出るんですよ。なるほど。もう学科の数だけ合格最低点がある。20あるんですね。そういうことですね。標準化がないのも特徴です。うんうん、ああ、標準化ないんですね。標準化ないです、標準化がないんで、かなり合格最低点が乱高下します、年によって。例えば合格最低点が低い時だと170点から180点台ぐらい、うんうん、で合格最低点が高くなると220から230点台ぐらいになります。うんうんうん、ということで結構年ので乱高下するんで、うん、まあ、その年の平均点とか合格最低点はよく見て、その年の自分の出来がどうかっていうのをチェックしていく必要性があります。で、早稲田理工のじゃあ受かり方
なんですけど、先ほど申し上げました2勝2分けに関してちょっと話をしていきたいと思うんですけれども、まあ、森田先生の動画でもよく出ているように、うん、英語はね、あれはもうクレイジーなんで、うん、平均点以上取れればもう OK です、早稲田理工に関しては。で、僕がよく言う引き分けっていうのは平均点以上ということだと思っておいてくださったら大丈夫です、うん、合格したいっていう人なんだから、まあ、平均点以上は取ってよっていうのはまあ分かっていただけると思うんですよね、うん、ただ英語のポイントは粘り、うん、どういうことかっていうと、早稲田理工入試の受験の順番って数学が午前中にあって、午後から理科、そして英語ってラストに来るんですよね、うん、一番難しい英語が。だから結構皆さん疲弊してるから、ちょっとこう諦めがちになっちゃいがちなんだけど、理工学部の英語の入試問題の数から計算するに1問2点から3点なんですけど、2、3個ちょっと粘って正解を増やすだけでももう5、6点増えちゃうんで、そうそうそう、うん、だからなんとか粘ってみてくれっていうことはちょっとこう頑張ってみていただきたいなと思います。大問1からやると大変だぞ、うん、取れるところからやれ、森田先生の授業受けろよはい、そして次に理科、理科は結構大事で、どれぐらい取ってほしいかっていうと、その年の平均点プラス15点、ここをねちょっとこう目安にしていただきたいなと思います。平均点プラス15点、うん、安定して70点以上欲しいなっていう感じ、うん、合格するには120点満点中70点ってことですね。ここを確保できるとかなり合格の可能性が高まってきます。なるほど、うん、物理化学生物の中からどっちをこう勝負としていくのかっていうのは、まあ夏休みいっぱいぐらいまでで決めておいて、後期受験勉強の比重っていうものを計算してやっていただきたいなと思います、うん、そして一番のキラーコンテンツっていうか、ほぼほぼこいつで決まる、もう数学、数学で決まるんですよ。理科とかっていうのは、まあ、同じように数学と同じく120点満点なんですけど、ただ問題数がすげえ多いんですよ、うん、1問1点2点で結構こう上積み足そうとしても割と限界が来やすい科目ではあるんですよね。だから、まあ、理科の片方は引き分け狙いで、片方で、まあ、ちょっと勝負に行くみたいなところで70点以上確保したいんだけど、うん、数学ってね問題数が15、6問しかないんですよ、はいはい、のくせして120点満点なんですよ、うん、だからねもうこうどんだけ理科頑張ろうが英語で粘ろうが数学で点数出せなかったら KO なんです。だから数学が得意じゃないとそもそも論絶対受からないです、うんうん、ここがまあちょっとこうポイントで、120点満点なんですけど、まあ、平均点プラス20点欲しいですね。ちなみに数学で80取れたら、まあ、まず価値格だと思っていいと思います、うん、受かり方のデータをちょっと元にいつも通り成績開示データとかその辺をねちょっと要検証していきたいと思います。このデータは、まあ、うちの早稲田合格塾 の数学科の担当 の上岡先生って、まあ、この先生も理工出身の先生なんですけれども、その先生の特設ページのところにこう、まあ、数学がいかにこう勝負を決めるかっていうところを解説しているところに載ってる一部なんですけれども、これは早稲田理工にあとちょっとで落ちた人の成績開示データなんですね、うん、あとちょっとで落ちた人っていうのは、まあ、逆から言えばあとちょっとで受かった人なんですよ、はい、ということでよく見てみると、まずサンプル1の人 3,4 年前のデータなんですけれども、数学がね120分の60、で理科が120分の69、で英語が120分の74。おお、取れてますね、うん、英語ね。そうなんですよ、英語はしっかり平均点以上取ってくれてるんですよね、うん、で合計点が、まあ、203点と、で合格採点点が216点、あともうちょい足りなかったんですけど、この人があとどれだけ必要だったかっていうところに関してはやっぱり数学がもうちょい欲しいんですよね。数学がねやっぱ点数が低く、理科とかね英語とかはねしっかりね取ってくれてるんですよね。ただまあ理科がなんとか70オーバーいってたらいいなっていうところと、あと数学がやっぱりあともう十数点あればなっていうところで、まあ、ちょっと数学と理科であともうちょっとずつ上勢が足りなかったっていうところでまあ落ちているという感じなんですよね。やっぱりこう先ほど申し上げましたけど問題数見てください、数学15問ですからねあと1問あってたら一気にポンって10点やそこいら上がっちゃいますからね。だからまあちょっと本当にこう数学が得意じゃないと受かれないっていうのがまあ早稲田理工の特徴です。次にサンプル2の子見てみてください。この子もまあ 2,3 年前のデータの子だと思うんですけど、数学に関しては120分の70、まあ、平均点が 60.68 なので、まあ、もうちょい数学欲しかったねって感じですよね、うん、あと理科に関しては、まあ、平均点が 56.99 の中で点数が68っていうことなんで、まあ、理科もまあまあもうちょい欲しかったねっていうか、ただ一方で英語に関してはもう平均点以上取れてるんで、うん、もう英語はもうこれでいいんですよ。なるほど、うん、210点が合格最低点の中で合計点が204、やはり数学がプラス20あればいけると。そうですね、はい、ただまあこの子の場合ね、それこそ森田先生の授業を受けててあともう5、6点でも粘ればみたいなところありましたけど ね、っていうようなケースでもあります。なんでまあね、英語もね最後の粘り頑張ってくださいね、うん、
あと数学絶対得意であってください。で、これ今年の生徒のデータ、2020年のデータを見てみようと思うんですけれども、まあ、この子に関してはやっぱ数学がダメでしたね。英語は平均点以上取れてるんで大丈夫なんですよ。もう60が平均点の中で素点が65っていうのは本当にもう全体平均から2、3問あと多く取るだけですから、うん、なんとかなるんですよ。ただやっぱり数学が得意じゃないっていうこと、そして理科がしっかりと平均点プラス15点のところ、うん、70点台ってことですね。まあ、ちょっとこう取れてないと合格していけないっていうところがあるんで、まあ、この子あと30点足りなかったんだけど、まあ、数学と理科での上勢が足りなかったねってところで、まあ、ちょっと落ちていったなと、うん、というようなことで、まとめになりますけれども、早稲田理工に合格するにはまず数学が得意じゃないといけないよ、うん、平均点プラス20点で、理科片方を勝負科目に、片方を守りの科目、引き分け狙いの科目にして平均プラス15点で70点台を目指してくれと。そして英語に関してはもう平均点プラスアルファあればもうそれでいいですっていうことなんですよね。さっきのサンプル2のね、こうみたいに英語の粘りがあともうちょっとあればみたいなことにもなったりするんで、諦めずにやってほしいなというところなんですよね。とはいえこれだけ受かり方はもうね、ずっと変わらずはっきりしてるんだけど、早稲田理工やっぱね、言うは易し、やるは難し、うん、これを実現するからには行うじゃないやるわな、はい、そうね、結構これを実際に試験の現場で叩き出すのはなかなか大変です。こっからがちょっとこうボーナスステージの話になってくるんですけれども、はい、まあ、早稲田理工が狙い目な理由の、まあ、その2になってくるんですけど、はい、早稲田理工を目指している方は他の大学もいくつか受けると思うんですけど、なんとか東京理科大までには滑り止まれってことなんですよね、はい、ここまでに入ることができたら結構人生望んだ通りに行く可能性が高いです。で、どういうことかっていうと、今あの皆さんにお見せしたデータ3人、まあ、うちのね、あの過去の生徒なんですけど、うん、3人とも東京理科大には受かってるんですよ、はいはい、うん、早稲田理工はダメだったけど東京理科大には受かってるってことなんですけど、早稲郷の生徒、まあ、理工コース約20人いるんですけど、まあ、約半分は毎年必ず東京理科大までには通してるんですよ、はいはい、で、東京理科大を結構うちの塾でもこだわってるところがあって、なんでかっていうと、東京理科大までにもし合格することができたら、まあ、大体理工系の人って大学院までかなりの確率で進むんですけれども、東大とか東工大とかの大学院に進むことができる可能性が非常に高いんですね、はいはいはい、ロンダ、うん、そういうことです。もう学歴ロンダリングができるんで、ただまあこのレベルでもロンダリングっていうかっていう感じはするんですけどね、うん、ちなみにどれぐらいの人が行ってるかっていうと、東京理科大とかだと、まあ、毎年年間で、まあ、約6割7割の方が大学院まで進学されるんですけれども、そのうち年間で約250人から300人もの人が東大および東工大の大学院に進んでます、うんうん、他にも例えば京都大学とか、あと筑波の理系って意外とすごいんですよ、うん、とか、あとはまあ総計 の理工の大学院とかに、まあ、数十名単位で行ったりしてるんで、結構その東京理科大までに入れると、こう大学院でもっといいところにこうステップアップできたりもするん でこの確率が結構高いんですよね、うん、特に東京理科大ってそもそも東京大学を出た人たちがこう作った大学なんで、うん、結構太いパイプがあるんですよね、うん、だからまあ東京理科大までに合格しておくと、ちょっとこう大学院でまあさらなる逆転ができる可能性も高くてっていうところがあってですね、うん、理系目指している人には特に僕ちょっと申し上げたいことなんですけれども、理系の場合であればとにかくね、悪いこと言わないから上位大に行ってください、うん、うん、なんでかっていうと、まあ、理系の大学に進む醍醐味って何かっていうと研究なんですよ、うん、下の方の大学に行くと結局ね、国から科研費があまり出されてないから、うん、やれる研究とかっていうのがだいぶ限られるんですよ、うん、で、優秀な教授っていうのもいい論文書きたいし、いい研究したいから、うん、いい大学に行く傾向にあるんですよね。だから例えば東京理科大だと総計に続いて全体ランキングでは、まあ、次第では3位、全体ランキングでは20位なんで東京理科大はかなり科研費を支給されると、うん、でしかも医学部がないんですよ。医学部がないのに科研費がランキングでこう載ってるっていうのはかなりこう研究が充実してる可能性が高いので、ぜひちょっとこれ東京理科大を目指してみていただきたいなというふうに思います。なるほど。という感じで、今回は早稲田理工と、はい、して東京理科大の魅力みたいな感じですね。はい、ただ早稲田理工の受かり方分かったと思うので、ぜひ挑戦してみてください。はい、結局は理工な人が受かるということでですね。あ、サンキューウォッチングじゃないですか。あ、いや、僕も考えてたからサンキューフォーウォッチング。Thank you for watching. Thank you for my ching.